ホイールチェア、ジュニアプロフェッショナルチャレンジテニス、プレゼンティドバイ三井不動産。サーブが大事と分かっていて入れられるか。おお、いいところセンター、素晴らしい。この大事な場面でね、いいですね。ねえ、ナイスコース。まあ、松井選手はサーブの方がサービスゲームの方が得意だと思うんですけど、ブレイクされてもこう落ち着いてブレイクし返そうというふうにプレーしていたので、そういうところはすごい勉強になるなと思いました。クラッチショットはおしゃれ。いや、見せますね、2人とも。おお、ここが直接行く。あ、これ大ショット。うまいですね。外に出されましたけれども、見事なパス。先に動くような素早さでしたね。今このショットには先輩の水越選手も称えました。はい、拍手を送りました。素晴らしいショットでした。積極的にネットに詰めようって思ってて、やっぱショートゲームだと勢いで結構終わってしまうことが多いんで、勢いでいけるように押し切りました。第6ゲームの外に出されてからのバックからのパッシングショットの感触いかがだったですか？あ、ちょっと気持ちよかったです。学生なので、学生内で日本一を取って、その後グランドスラムで活躍できるような選手になりたいです。いいボレーでしたね。いいリターンからのナイスコンビネーションでした。お、迷いと違うか。どっちか。よく繋いでる。わあ、いいコースだ。ナイス稲葉選手。こういうプレーどんどん見たいですね。2人が入り混じる。そうですね、どっちが取るのかなっていうのはね、はいはいはい、初めてプロの車椅子の選手とニューミックスダブルスをして、いつもと違ってすごい難しかったんですけど、いい経験できてよかったです。稲葉さんの目標とする選手は誰ですか？と、真田選手と、大坂なおみ選手です。ぜひグランドサム優勝してくださいね。はい。金子沙耶さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。まず試合を終えた今の感想からお聞かせください。結構最初の方緊張してて、勝てたらいいなぐらいで思ってたんですけど、勝ててすごい嬉しいです。決めて打ったリターンのいきなりのダウンザラインのウィーナー、あれ決めた時の気持ちどうだったですか？すごいすっきりして気持ちよかったです。いい展開、いいサーブ、そうですね、まずいいサーブがあって、最後ネットプレーです。うまい、間を抜く、ナイスショット。これは快感ショットですね。狙いすましてましたね。うまいなあ。
今度は勝田選手の足元へ。林重さん、いい詰めしてましたね。いや結構自分のプレーもいつも通りできて、いいショットも決まったので良かったと思います。今どういったショットに力を入れてますか？今やっぱりリターンとかにセカンドとかで相手が来たと思う、浮いた球とかを結構上から叩くっていうプレーに頑張ってます。もう本当に試合前緊張して本当にもうガチガチだったんですけど、もう松井選手のおかげでなんとか勝つことができました。松井選手から何かこう試合中アドバイスもらいましたか？もうとにかくもうどこでもいいよってずっと言われ、どこに打ってもいいよってずっと言われてたんですけど、なんかそのおかげでなんかもうリラックスして打つことができました。優勝はチームトシです。皆さんおめでとうございます。このようにこうたくさんの種目の選手たちがこうチーム戦で戦うっていうのはなかなかない機会ですし、私もあの皆さんもこういい刺激になったのではないかなと思います。今日は協力してくれた選手の皆さんも本当にありがとうございました。やっぱテニスっていうのはあのプロ選手もいればジュニア選手もいて、で車椅子もいて、で一般の方、まあ、草戸に出てる一般の方とか、まあ、女子連とかね、まあ、いっぱいいろいろコーチがの試合があったりとかっていっぱいあるので、そういうところをみんなでこう一緒になってテニスがまとまってですね、まあ大変な時期というかこういうご時世ですけど、助け合って協力し合っていけば、まあ、今日みたいな本当にいいイベントができるんじゃないかなと思います。今日はどうもありがとうございました。